皆さんこんにちは、ランダムです。これは僕が去年紹介させてもらった超小型のポータブルクーラーの感激くんで、消費電力180ワットぐらいですごく冷たい空気が出てくるんで、これ夏の車中泊にはいいですよというふうにお話しさせてもらったんですけども、これいくつかちょっと問題がありまして、というのが消費電力は低いものの、起動時に800ワットぐらいの起動電圧がドカーンっているから小さめのポータブル電源では動かないのと、あと運転中はね 55Hz ぐらいの音が出るんで、ゴーっていう音が少々車内にこもって、車中泊動画を撮ってる時にはねずーっと音がゴーって入ってるんで、うるさいんで使えれないと。でじゃあと思ってこれ外に置いて冷気だけ入れようと思ったら、熱風を排出するダクトはついてるんですけども、冷気を排出するダクトがついてないから車外に置くこともできなくって、どうしても車中泊で使うことができなかったんですよね。ですね、これは僕は倉庫の方では使用してたんですけども、何かいい手はないかなと思って考えてましたら、今回ね感激くん2っていうのが発売されまして、こちらはね感激くん1と比べていろいろと改良点が加わってまして、かなり良さそうではあったんで、車中泊に使えるんじゃないかと思って自腹購入してきましたんで、今回は感激くん2を1と比較しながらね、ちょっとどれぐらい進化してるのか、どんな感じで使えるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。でまずはね外観からなんですけども、今までのものはね LED ライトがここについてたんですけども、僕はこれ全く使わなかったんですけども、今回これが廃止されてここにね、ダクトがつくような格好になってます。こんな感じですね。上のとっても小さくなってますね。こちらは相当ごつかったのに、感激くん2は相当小さくてコンパクトになってますね。で横側はこんな感じなんですけども、サイズ的にはそう変わらないんですけれど、前回までの分はホコリ用のフィルターとしてこういったものがついてたんで、これをテープで貼って固定するみたいな格好になってたんですけども、今回はここがよし、こんな感じになってて取り外し可能で、もう掃除も簡単になってますね。だからこの辺はねすごい利便性が上がってますね。で後ろはこんな感じですね。あまり変更はないです。排気ダクトとあとドレーンですね。ドレーンの部分にはねキャップがねすごくなってますね。で能力のね違いなんですけども、これが結構大きくって、去年までのものはね消費電力最大 180W、 冷却能力 0.41kW、 冷媒封入量が 90g で、重量がね 11.4kg だったんですけれども、今年のモデルはね消費電力 0.11kW と書かれてるんですけども、これだいたい 150W ぐらいです。で冷房の能力は 0.41kW なんですけども、冷媒封入量がね 80g に減ってるんですよね。であと 11.2kg なんで 200g と軽くなってます。ですんでより省電力になったけども冷媒封入量が 10g 減ってる、で少し軽くなったっていう格好ですね。で付属品なんですけれども、排熱ダクトとドレンホースと、あと前側のダクトですね、これがついてるような格好になってます。でこれ取り付けてみたらこんな感じで、長さは意外と長いですね。 1.5 メーターぐらいあります。だから本体から 1.5 メーター離れた場所に冷たい空気が出せるという格好ですね。はい、ということでね付属品はこんな感じってことが分かったんで、次はね、みんな気になってる動作実験の方にね行ってみたいと思います。はい、ということでね、感激くん2の起動をしてみましょう。ワットチェッカーを使います。で刺したらちょっとつきましたね。で運転をしてみるんですけども、一瞬165ワットまで行って、それから120ワットぐらいに一遍落ちてさらに上がり始めましたね。で少ししたらね、冷たい風で出てき始めました。おー結構涼しい。しかも勢いもねすごいですね。おーで強風時が今124ワットぐらいですかね。風力落としてみましょう。風力落としたら122ワットなんで、小と大の差が3ワットぐらいですね。はい、でちょっと一遍止めまして、今度はね感激くんも実験しましょう。一瞬500ワットぐらいまで上りましたね。でそれから落ち着くような格好なんで、起動電圧が高いから一般的なポータブル電源では動かなかったというやつですね。なんですけども感激くん2の方は160ワットぐらいだったかな、まで一遍上がって、それから120ワットぐらいに下がって落ち着いたんで、200ワットクラスの電源でも動くようになったという格好ですね。これはすごい。でどんどんね今消費電力上がってますね。ちょっと待ちましょうかね。で数分したらね、162ワットまで上がってきました。でこれはね最大180ワットなのでまだ上がると思うんですけども、上がるのただ待ってても仕方がないんで、こちらもねもう同時に動かしましょう。で
同時に動かしている状態で、いろいろね実験してみたいと思います。はい、ということでね、ここからね3種類風力と音と温度というね実験をしていきたいと思います。順番にね風力からいきましょう。で、風力はねこういったものはだいたい50センチぐらい離れた距離で使うと思うんで、50センチ離れた距離での、風力っていうのをね見ていきたいと思います。まずはね弱の方で50センチの距離でいきます。風速 2.4 から 2.5 メートルぐらいですかねの風が吹いてます。で、次は強すると風速 3.2 メートルで取れでしょうかぐらいの風が吹いてます。これが強ですね。で、寒気君2の方に行くんですけども、まずは弱の方で行くと弱で風速 3.5 メートル出てますね。すごい出てます。なので寒気君1の強と同じ風が弱で出てるんですね。すごい。で、強に変えると風速 4.2 メートルですね。風速 4.2 メートルの風が吹いてます。すごいですねこれは。ですんで寒気君の強の風が寒気君2の弱の風で、さらに寒気君2の強の風は 4.2 メートルぐらい吹くっていう格好ですね。相当勢いのある風です。はい、ということでね、今10分ぐらい動作させました。そしたらね、消費電力が落ち着いてから寒気君1が 172W、 寒気君2がね 143W ぐらいですね。で、中のね冷媒もしっかり冷えたと思うんで、ちょっとここでね温度の実験してみましょう。いつものサーモカメラです。で、まずは寒気君から見ていこうと思うんですけど、一番低い部分の温度が 18.4 度ぐらいですかね。で、今の気温が 28.2 度なんで、ちょうどマイナス10度ですね。内部の温度がマイナス10度になってます。で、次はね寒気君2の方行こうと思うんですけども、21度とか2度ですかね。だから言うほど冷えてませんね。一番低いところで 21.2 度とかですかね。ですんで、あれ、なんか寒気君の方がやっぱり冷えてますね。冷媒の封入量が多いのと消費電力が高いせいで、私こっちの方が冷えてるんですかね。で、ちょっとね出てきてる風の体感的な温度なんですけども、あー確かに寒気君の方が冷たい風出てます。こっちはねどっちか言ったらその勢いでごまかしてるの感じがありますね。これともあれなんかな、これ同じ風にしたらいいのかな。あ、でも同じ風にしたら冷たさはだいたい体感温度の冷たさは同じぐらいですね。風の勢いを速くしたら冷たさはちょっと負けてるような感じがありました。風が強すぎるとその体に当たる体感温度はちょっとあんまり涼しくなくなるみたいです。よし、じゃあね、今度はね運転時の音聞きましょう。まずね換気からいきます。で、50センチぐらいの、ね、距離で使用すると思うんで50センチの距離に離して、あと風の音が入らないよね、ちょっと風向きだけ変えていきますと、弱で56デシベルですね。ちなみに何もオフの状態の場合だと51デシベルぐらいですね。で、次は強、約57デシベルですね。で、次はね寒気君2で、まずは弱の方でいきます。約56デシベルですね。はい、で、強にすると約60デシベルですね。なるほど、50デシベル前半ぐらいだったらねうるさくはないんですけども、57とか60デシベルになってきたら結構賑やかな音になります。これはまあちょっと仕方がないですね。だから省電力になった分うるさくなったという格好はありますね。はい、で、じゃあ次はねこの分温度計があるんで2個目の前に置いてからどれぐらい冷えるかちょっと冷却能力実際の分試してみましょう。で、今11時35分なんですけども、こんな感じで20センチずつ離した状態で10分ほどねこのまま放置して、温度どんな感じになるか見ていきたいと思います。ちなみにね風はこんな感じでもうダイレクトにこの部分に当たるようになってます。こっちもそうですね。はい、車内のね熱がちょっとこもってたんで冷却能力が落ちるんで横のねドアを開けました。で、ちょうどね5分経過したんですけども 24.6 度ですね。29度だったと思うんで
4.5度下がってますね。おお、なるほど。で、感激くん通話と言いますと、こちらは 23.5 度なんで 6.5 度下がってますね。あ、すごいや。なんででしょうね。なんか能力的にはこっちの方が微妙だと思ったんですけども、感激くん通の方はちょっと冷えてますね。面白いです。あとね、もう5分ほどやってみましょう。はい、ということでね、11時45分だったんで10分経過したんですけども、この時の感激くんの温度が 23.5 度ですね。だから29度から始めたんで 6.5 度10分で下げてますね、この場所の温度で。感激くん2の方なんですけども、こちらはね 22.8 度になってますね。だから 6.2 度温度下げてますね。ですんで結果的に感激くん2の方がね、温度ぐっと下げてるっていう格好になってますね。ほう、省電力でガスの噴入量も少ないのにこっちの方が涼しいという結果になりました。へえ。なんですけどもね、ちょっと1個気になったのがこの湿度で、実はね、今ここの場所の湿度が 56% なんですよね。なんですけども感激くんの場合は 67% なんで 11% ほど湿度が高いんですよね。なんですけども感激くん2の方は湿度が 75% にも上がってるんですよね。だから約湿度が 20% 上がったという格好になります。で、それを証明するように感激くんの後ろってもうびちょびちょ状態で、からこれももうめちゃくちゃしっとりしてるんですけども、感激くん2の方はここにドレンがあるんですけど、ドレン抜いても水が落ちてこないんですよね。だから言い方変えたら、水分を蒸発させてから気化熱にしてるのかなっていう風にも捉えられますね。ちょっとね、この辺が少し謎です。で、あと感激くん2にはこのノズルがついてくるんで、この部分の出口の温度も測りましょうかね。こうですね。はい、で今ね11時50分になったんで、ちょっとこの分をね、この中に入れてからこんな状態にして、せっかくなんでね、ちょっともう全部伸ばしてから測ってみましょうかね。こうやって長くした状態で吹き出し口の温度がね、何度になるのかというのをちょっと5分後と10分後で見てみたいと思います。はい、ということでね、5分が経過したんでちょっと見るんですけども、 20.5 度ですね。吹き出し口の温度はめちゃくちゃ下がってます。ちなみにね、今の現在車内の気温が 29.2 度なんで、外気温マイナス 8.7 度でいいのかな、の風が出てますね。すごいよく冷えてます。ちなみにね、なんか湿度はやっぱり高いですね。はい、ということでね、10分が経過しました。で、この時の吹き出し口の温度が 20.5 度ですね。湿度は 88% です。上がってますね。で、車内の温度が 29.3 度なんで、約 8.8 度マイナスの風が出てますね。これは結構涼しいです。おお、だからこれ言い換えたら、本体から約 1.5 メートル先まで冷たい風を送り届けることができるということですね。ちなみにね、かなり涼しいです。あー、なるほど。ちなみにダクトの温度はね 21.5 度ぐらいですね。よく冷えてます。ですんで感激くん2は感激くんよりも冷たい風が出て、遠くまで風が届けれるっていうことになったということなんで、これはすごいですよね。ですんで感激くん2は車外に本体を置いてダクトさえ中に入れれば、車内に涼しい風を取り込むことができるってことになるんで、これはちょっと相当使えそうですね。ちょっとね、やってみましょう。はい、ということでね、とりあえずこんな感じで設置してみました。車の外にね、机を出して、その上に感激くん2を置いて、ダクトを車内に取り込んでるという格好ですね。で、この状態でちょっと運転してみるんですけども、はい、今ね、このエアコン回してるんですけど、車内静かで涼しい風がね吹いてます。すごい。おお、これはいいですね。こうやったらね、涼しい風がスーッと抜けてきますね。足の中、ズボンの中も。あ、気持ちがいい。少しもね、暑くないです。ああ、これは快適。で、こうやったらね、すごく頭の部分が涼しいんですけども、音もね、言うほどうるさくなくて、快適ですね。これぐらいなら僕、全然眠れるレベルです。ですんで、感激くん2はね、ダクトが長いんで、車の外に置いて使ったら冷気だけ取り込めるんで、夏の休憩時とかね、夏の車中泊にすごくいいと思うんですけども、これ机をね、こんな感じで、まあ屋外に出すのって、その辺の瓦とかならいいんですけども、場所によってはちょっと出すの NG な場所もあったりしますよね。ですんでね、こういったのを探してきました。これはね、ダイソーに売ってた巨大フックですね。1個110円のやつです。握り拳がね、入るような大きさの分です。で、これをまずはこんな感じで引っ掛けるんですけども、ここがね、ボディ当たったらいけないんで、こんな感じで適当な銀マットで養生して、
で、あとはね、この分じゃ短いんで、さらにね、延長のフックで引っ掛けて吊るすっていう加工ですね。よいしょ。こうです。そしたらね、こんな感じで今、ダクトを取り込んだんですけども、中はこんな感じで、あの涼しい風がね、出てくるようになりました。で、ここはね、もうガバッと開いちゃうんですけども、これはもうあの仕方がないですね。この分はね、車内をもう冷やすぐらいの能力はないんで、ここはもうメッシュかなんかを貼っとくか、プラスチック段ボール、プラダンで、壁を作って、通すような格好で、締めたい方はね、されるのがいいと思います。ちなみに車内の音は相当静かで、これめちゃくちゃ涼しいです。快適。で、ちなみに、感激君は何遍も言うように、これ単体で車内を冷やすことはできないんで、こんな感じで、まあ、日陰とか屋根のある場所に止めてエンジンを切って使用する目的のものだと思ってはほしいんですけども、これ倉庫の中じゃなくて屋外で使用したらどんな感じになるのか皆さん気になりますよね。ですんで、ここからは実践編としてフリードスパイクに乗り換えて、ちょっとね、いつもの河原に行って実際にね、どんな感じになるのか使用してみたいと思います。行きましょう。はい、ということでね、いつもの橋の下にやってきました。ここはね、日陰の場所なんで直射日光当たらないんでね、涼しいです。で、今日はね、そこまで気温が高くないんで実験にはあまり向かないのと、あと向こうね、10日間ほど気温も上がらないんで、もうとりあえずね、今日が一番ここ数日で気温が高い日なんで、この状態でね、ちょっと実験してみたいと思います。ということでね、早速取り付けようと思ったんですけども、ここの窓ってこういうのがあるんで付けれないんですよね。なんですけども、ここにね、取り付けることができるんで、こんな感じで挟んでやってみたいと思います。こうですね、うん、よし、大丈夫大丈夫で、こうですね、よし、これで OK です。で、ダクトをこんな感じでセットすれば準備完了ですね。で、動かすにはね、今回はもうジャグリの700を使います。で、これはね、出力も足りてるんで、換気君も問題なく動きます。よし、OK、残量 77% で、スイッチオン、 OK ですね。 140W ぐらいで動いてます。で、冷気もしっかり出てますね。バッチリです。はい、ということでね、こんな感じでダクトを持ってきて今涼しく過ごしてるんですけども、今ちょうどお昼なんでね、ついでに電源で美味しいご飯も作ろうと思うんですけども、暑いこの時期にね、ツルツルっと食べたくなるあれといえば、皆さんもうお分かりですよね。そうです、みんな大好き、うまかっちゃんですね。もう岡山県民はね、暑い夏にはこれを本当に好んでよく食べるんで、僕もね、今日はうまかっちゃんいただきたいと思います。で、ラーメン作るのにはね、ちょこっと家電を使いましょう。いうのが、エアコンが省電力なんで、同時に使ってもジャグリが落ちないと思うんで、やってみます。こうですね。で、水をね、 550cc ですね。うまかっちゃんはちょっと水が多いです。 OK で、これをセットでオンなんですけども、約390W ぐらいですね。これすごいですね。ちょっと考えられないかもしれないんですけども、エアコンを動かしながら調理家電を使って 400W って相当低いです。で、しかもね、今涼しくて気持ちいい風出てきてます。音も言うほどうるさくないです。よし、ということでね、ちょっと蓋をして少し待ちます。はい、ね、風が抜けて快適すぎるんで窓を閉じました。リアゲートも閉じて、ここも閉じた状態ですね。開いてるのはね、そこの窓だけです。で、中に空気を取り込むのは歓迎君という格好にして、ちょっとね、自分をいじめてみたいと思います。ド M なんで。はい、沸騰しましたね。うまかちゃん入れましょう。はい、蓋して3分。忘れてました、卵入れましょう。卵も入れようと思ったんです。落とし入れて、よいしょ、よいしょ、これでいいかな。3分経ちました。よし、よし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 。じゃあね、完成です。で、最後に、オイル。ぐるぐるっとかき混ぜるんですけども、さらにね、紅生姜落としていきましょう。はい、ということでね、完成です。電池残量はね、49% ですね。だから約 30%、 28% かで、エアコンつけながらラーメンが作られたという加工ですね。すごい省電力で美味しそうなんでね、もう早速いただきましょう。いただきます。
美味しいです。やっぱり暑い日はうまかちゃんに限りますね。ちょっと猫舌なんでね、ラーメン冷やしましょう。はい、ということで、ね、完食です。ごちそうさまでした。相当ね、締め切った車内でも快適です。感激くんすごいです。はい、ということでね、今回は感激くん2の自腹レビュー動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。感激くんに比べてガスの注入量が減って消費電力も下がってるんで、あんまし冷えないのかなと思ったら、何のことはない、すごく冷えるスポットクーラーで、ダクトのおかげで冷気を好きな場所に持ってくれるんで、本当にめちゃくちゃ使いやすく進化したなというふうに思いました。で、起動時の電圧がぐっと下がって200ワット以下になったんで、どんな電源でも動かすことが可能になって、例えばこれはスワワキの G500 で、前回はもう起動ができなかった分なんですけども、こんな感じに問題なく起動させることが可能で、しかも G500 は有効容量が450ワットアワーなんで、3時間はエアコンを動かすことができるんですよね。で、さらにこれはね、ビッグブルーっていうメーカーさんの容量250ワットアワーで、出力がね250ワットの小さい電源なんですけども、これでもね問題なく動かすことができるんで、この電源だったらね 1.5 時間は車内でエアコンが使えるっていうことになるんですよね。ですね、ものすごい進化してるエアコンだなというふうにちょっと僕思いました。で、この分のね使い道なんですけども、もちろんね車中泊での利用も全く問題なく使えるんですけども、例えばトラックの運転手さんなんかは待機中にエンジンを切って、その状態でトラックの中で待機しないといけないとかっていうのを聞いたことあるんですけども、このエアコンがあればね、あのちっちゃい電源で動くんで、もう財布に優しくクーラーかけることができるんで、でしかも凍った電源でね1万5000円ぐらいで買えたりするんで、合わせてね購入されたら夏すごく涼しく過ごすことができるんで、これは本当にその車中泊以外でも使えるエアコンになったんじゃないかなというふうに僕は思います。で、僕が使ってみてすごくいいことばっかりに感じたんですけども、1個問題があるのが、さっきも見たように湿度がぐんぐん上がったんですよね。で、ここ排水口なんですけども、あ、出てくることは出てくるね、出てくることは出てくるんですけども、量が極端に少ないんですよね。ですんで、この感激くん2はもしかしたら気化熱も利用するような格好で風を出しているようなことも考えられるんで、車内で使用したら車内の湿度が上がって蒸し暑くなる場合も考えられるんですけども、これはねもう締め切った状態で使うエアコンではなくって、もう夜寝るときの補助的とか、車内にこもっているときの補助的なものとしてからね考えて使用したらすごくいいエアコンではありますんで、まあ夏の車中泊とか、あとトラックの運転手さんとか、どうしてもねエンジンを切って休まないといけない場合にはすごくねいい方向に進化していると思いますんで、興味がある方はねぜひ概要欄のリンクからちょっと商品の方ね覗きに行ってみてやってもらえればと思います。ちなみにね、僕今回テストしたのは外気温が29度ぐらいで湿度が 55% っていうね、まだまだ全然夏でも何でも蒸し暑くもないような時に実験してるんで、これが本当にいいっていう感じでは言い切れないんですけれども、今年の夏はねちゃんとこの分使用した状態で車中泊をしてみようと思いますんで、皆様よかったらねそちらの方もまた動画として上がると思いますんで見てやってもらえようと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。